いや、ちょっとやってきました。もうね、すぐ体痛くなりますね。でもやり続けるとだんだん痛みも和らいできて、痛まずにできるようなコツがつかめてくるんですよね。最初に牧人で一手打った時に一手とかなりましたからね。今はね、力強くパシッパシッといい音を出して打てるんですよ。ただやっぱりね、こう牧人とスパーリングをする時間がまだね1分とか持たないですね。でも実戦になると、その空手でもそうでしたけども、1分もかからないんですよ。これバスッといって決まるんでね、うん、まあ私はこれからストリートファイトをすることはないでしょうけども、万が一何かあった時にとっさにね防御をして反撃できるように、これからも剣の腕を積み重ねようと思いますね。まあ、結局これが一番最後になりましたね。憲法カンフーをやるっていうのが、若いうちにやらないといけなかったんですけども、まあ、10代の頃ね、極真空手は熱心にやってて、あと実践路上実践は結構あったんですけども、やっぱ今はねそんな時代でもないですし、この年でやると傷害罪ですからね、うん、穏やかにいかないといけんなと思いますね。ただやっぱり防御のためのその腕力ね、それから防御のための知恵、防御のためのお金、こういうものは三種の神器としてこれからも積み上げていきたいなと思います。自分のこともそうだし、大切な人を守れないっていうことになってきます。もちろんどれだけやっても守りきれるかどうか、それはね分からないですよ。でもあと一歩やっておけば守れたのに、あと少し稼いでおけば守れたのに、あとちょっと知恵があったら守れたのにっていう風なね、あとちょっとで思いが届かなかった時がすごく悔しいんで、あとちょっとならまあやっとこうかなっていう、その積み重ねがね、私を千里の道の一歩に踏み出させるんじゃないかなと思います。やったらね、すごくやった感ありますね、とっても。でこれもやっぱ暮らしに、ある程度余裕があるからできるのかもしれません。これがね、1日12時間労働してたらとてもじゃないけど、その上で腹減らしの真似なんてできないですからね。今体力も余ってますし、それから故障してもしっかりと整えるね、コンディションを整える余裕があるからなんだろうなと思います。でもやっぱりね、これからこの国にはあまり明るいニュースは生まれないと思うんですよ。だから、守るべきものを守るために守る力がいるかなと、返す思いますけども、お金で守るのか、腕力で守るのか、知恵で守るのか、あとまあ強いて言えば他者に守ってもらうのか、これはあんまり期待できないんですよ。それこそセコムしてますかぐらいになっちゃいますんでね。セコムがないと自分のことは守ってくれないです。他人が自分を守ってくれることはないですね。自分が他人をどこまで守りきれるかっていうのも本当怖い話なんですけども、他者がね自分を守ってくれるほどの信頼関係を作っているかってことと、自分よりも強力な他者がそれほどいとも簡単に見つかるかっていうことで、私はこの地区にはちょっとね、私以上の強者は見つからないんじゃないかなと、そのぐらいの自信を持って体鍛えてますけども、そうなるとね、すでに私は他者に守ってもらおう、人脈に守ってもらおうと思うと、もうセクもしてますかしかないですね。ということで、セコムとアルソックね、セコムとアルソックの資料を取り寄せました。はい、じゃあ今度は見積もり、セコムとアルソック見積もり行ってきます。